全然あげれるよ。こんにちは。こんにちは。どうですか、ユニフォーム着ての指導は。いやー楽しいですよ。楽しい。はい。なんか目がやっぱ違うな、オフとは。目が違う。きつくなりますから。やっぱきつくなる。でもさ、ファームのコーチ陣を見るとみんなタイトルホルダーだね。そうですね。サネマツ以外は。あ、サネマツ以外。サネマツコーチ以外はね。みんな何かしら。なんかトップを取ってる人たちだよね。そうですね。だからこそ説得力があるっていうのはね、うん、あのな、もうスタイル的には任してるの。任してます。でコーチ会議とかでちゃんとその情報は共有して、うん、あのまあその翌日にっていう、うん、だから知らん、まあ、こんな感じで教えましたよとか、うん、っていうのは自分も把握しといて、うんね、あの僕が教える時はまあこんなこと言ったからっていうのは、うん、ちゃんとみんなで共有してやるようにしてます。まあ秋から指導には入ってるけど、はい、やっぱ違う。年越して一軍が隣でやっててここにいるっていうのは、まあプレイヤーだったんでね。そうだよな、ね、ここはまあなんか久しぶりだなと思って、相変わらず変わんないな、ここは。中もね。なるほどね、はい、まあ、球場自体がね、はい、だけどまあそんな中でね、原さんの意向で、うん、ね、主力選手もこっちで練習したりとかっていうのがあるんで、うん、まあ、選手たちにとってはすごいね、いい時間になってるんじゃないかなと思って。なるほどね。今坂本選手が通りましたけど、ね、まあやっぱりこうちょっとゆっくりしてるよね。そうですね、うん、まあね、自覚もちゃんとあります。まあそうだね、うん、ね、実績もあるし、うん、まあ何も言わなくても、うん、自分たち責任持ってやる人間がねこっちに来てると思ってるんで、うんうん、まあ、そこら辺は放任で、まあもう、うん、もうとりあえず怪我しないようにいい調整して、うん、あの一軍の方に戻ってくれって言ってあるんで。でもさ、ゲージの後ろに立ってるのが不思議な感じしない？ちょっと待って、俺にバット貸せみたいな。そんな感覚なんない？いや、なりますよ、やっぱ二軍の選手。ちょっと見とけって、こうやって打つんだよって、ボールって、ね、バットってこうやって扱うんだよっていうのが。そうですね、まあ、もうちょい元気になったら、ね、うん、そういうのやってあげようかなと思います。いや、準備しないと振らないんで。あの振ってんの？影です。部屋でバット振ってんじゃないだろうな。まだ振ってないですよ。振ってないさすがに。でもね、ここに来るやいないや腰痛いって やっと座れたとおっしゃってたので、やっぱり監督業ってそういうものなんで。中田さんも村田コーチも叩いてるの腰な。もうね、来てるんですよ。まあでもみんな杖だから。これまあそうだよな、杖みたいな。そうだよな。でもあれだな、ジャイアンツだとやっぱこういろんな人が来るから、こうやっぱ少しでも会話してあげなきゃいけないっていう人もいるじゃない。やっぱりいろいろ後ろにも気使うな。そうですね。それ大変ですね。それ大変だな、やっぱり。でマッシャー今年多いね。多いですね。ここのファームの人間が見に来る人たちが、ファンが。まあありがたいですよね。うん、こうやってまあ。ね、選手たちもね、やりがい出るだろうし。まあそりゃそうだね。そうやって、ね、そのファンの人を喜ばしたり、うん、ね、あの感動させたり、うん、っていうのも仕事なんだっていうのも僕はミーティングで言いましたし、ね、そう思ってそれを意識してやるんだって。でもさ、一軍のやっぱトップクラスだよね。プロ野球でもトップクラスがフリーバッティングしてると、これがフリーバッティングだけでもお金取れるなと思うけど、ね、やっぱファームとの差が結構あるね、うん、やっぱりコンタクトする率がやっぱ全然違いますし、うん、ね、軽く打っててもちゃんと芯で捉えるから、うん、いい打球いきますし、うん、みんな必死に振ってね、うん、なんかカーブマシンで詰まったりとか、ね、そういうのがあるんで、やっぱりレベルはやっぱ落ちるんだなっていうのは、うん、感じますよね。ちょっといい、どうやっぱ根気ですね、うん、まあ
それはもう練習の量で補っていくしかないんで、とにかくもう暇させないで、ね、練習量だけを求めてこの時期はやろうかなと思います。監督としての1年目のプレッシャーとかあるの？いや、あんまないですね。まあ、例えばこの選手は育てて上の力にしなきゃいけないとか、まあ、したいなっていう願望はありますけど、やるのは本人たちなんで、まあ、それのそのためのことはもう惜しみなく全部教えてあげようかな。でも今まではさ、勝敗に対してのプレッシャーあったと思うんだよ、勝ち負けに対して。これからはやっぱ勝ち負けは関係なく、やっぱ人間をこう育てていかなきゃいけないという。そうですね、やることはたくさんあると思います。そうだよね、もちろん試合なんでやっぱ勝つってことをね、勝つ喜びっていうのも分かってほしいですし、人間としてもね成長してほしいですし、野球人としても、ね、恥じないようなね選手もしなくちゃいけないっていうのは、ね、感じてるんで、だから、まあ、大変ですよね。あれだよね、すぐお前挨拶しろよって、まあ、すぐそういうね、人としてね、そうですね、そういうのもしっかり教育していきたいなと思いますね。キャンプ2日目ですけれども、まだ怒ったりとか、まあ、してないです、まあ、出てないですか？2日目から怒るようなキャンプだと困るような。もうそれだったらもう最悪ですよね、キャンプね。行く先困るよね。そうだよね、先真っ暗ですよ、そんな。そうですよね、初日から。それ初日から怒ってたら。でもあのミーティングした時に、なんか第一声は何だったの、ファームの選手に伝えたことっていうのは。伝えたこと、まあこのキャンプの目標であったり、っていうのを、まあ何個か箇条書きにして言ったんですけど、そんな難しいこと言ってないですよね。言ったことない。例えばもうリハーサル、寝る前に1分でもいいから、明日こうするぞとか、こうやってこうやってこうやってやろうっていう、ちゃんとリハーサルしてから寝ろとか、そういうのは癖つけろって言ったら、まあ、やっぱこうイメージだよね、イメージトレーニングとシミュレーションをしとけと、いうことだよね。そうですね。それは何、現役中から自分もやったことなの？そうですね、明日これとこれやってから絶対帰ろうとか、っていうのは考えて寝てましたね。この中でのこのキャンプの何か目標みたいなものっていうのはあるんですか？とにかく僕らが見てる方が飽きないことですよね。飽きずにその同じようなこうメニューを繰り返すと思うんですけど、ね、僕らが飽きたらこの人たちはもっと飽きてるはずなんで、飽きさせないようにするのが一番。あとはイライラしないことだな。本気だな。そうですね、あの我慢です。我慢だよな。まあこれからやっぱ我慢の日々が続くと思うよ。そうですね、僕はまだ試合見てないんですけども、とんでもないことが起きますからって言われて、それをちゃんと覚悟して思っといた方がいい、ね、分かっといた方がいいですよって言われたんで、覚悟しておこうかなと思って。そうだよ、普通に 2-3 でワンアウト、ノーアウトはオートマチック走るじゃないですか。オートマチックのサインしても走らない、なんでだって聞いたらアウトになりそうだから。いや、オートマチックで行くんだよっていう、ね、そういうのはね、手取り足取りだな。そうですね、まあ、これはしょうがないね、はい、あとはやっぱ自分の心の鍛錬かな。そうですね、まあ、そうだと思ってますし、ね、どうしたらこのね集団としても動かせるかっていうのを、ね、自分なりに勉強してね学んでいきたいなと思いますし、個の力は個でつけるんだと思ってます。まあそりゃそうだ、まあ長いあれだな、1ヶ月になるな、キャンプは。そうですね、まあ長いと思わないで、僕自身が野球好きですし、ね、僕自身も毎日何か学びながら楽しめればいいかなと思います。でも一人でも多くのね選手を一軍に行ってほしいですね。なあ、去年は結構入れ替え激しかったからね。そうですね、チャンスは全員にあるからっていうのが言い出すんで、だからファンも準備を怠らないようにしとかないと ね、今年のジャイアンツはどうですか。まあそうだな、
か目標にするんであれば、そこを上げても一番ですけどね。一軍がね、その選手、一軍にいる子たちがうかうかさせないっていうのが、やっぱりチーム力を上げる一番なんで、それがこっから多分始まると思うんですけど、この人たちが頑張って、ね、すごいものを持って一軍に行けば、いる選手も、ね、脅威になりますからね。そうだね。期待してます。はい、頑張ってください。はい。